時間がありません。食料を備蓄してください。この10倍、この10倍以上買ってきます。皆さんこんにちは、こんばんは、石田です。今回は食料の備蓄缶詰編ということでお送りしたいと思います。まあ、缶詰とは何ぞやという話からいきますね。で、缶詰っていうのはね、食品を缶に詰めて密封して内部の空気を抜くと、それで加熱殺菌したものを缶詰と。素材はね、アルミ缶、それからスチール缶で、今はね、本体がスチールで、蓋の部分だけアルミっていう組み合わせが主流だそうです。昔高校時代かな、歴史の先生、確か世界史の先生だと思ったんですけど、もう何十年も前の話ですが、先生が言うんですね。君たち、何のために歴史を勉強するか分かるか。分かりませんみたいなね。受験勉強のためですみたいなね、感じなんですけど、なぜ歴史を勉強するのか。歴史は繰り返す。君たちが大人になった時に、苦しい時、困った時が必ずやってくる。その時に歴史を勉強していれば、歴史は繰り返すから、過去どんなことがあったか覚えていれば、きっと君たちの人生の上で役に立つと。困った時に役に立つ時が必ず来るから、だから今若いうちにしっかりと勉強しなさいというふうに言ったんですね。いや、素敵な先生もいたもんです。ろくな先生もいないんだけども、ほとんどがろくなやついないんだけども、あ、やつって言っちゃいけない、本当の立派な先生もね、いるもんです。今先生、世界史の先生、今役に立つことが来ましたよ。いつ缶詰が誕生したのかということです。これはですね、フランス人のニコラ・アペールっていう料理人がいたそうなんですね。まあ、フランス人料理好きですから、フランス料理だね。それでですね、それまではですね、乾燥させたもの、まあ、今でいうドライフーズですね、とか塩漬けにされたもの、漬物、日本で言えばお漬物とかで、そういった保存食しかなかったそうなんですね。で、このアペールさんは、自分が料理したものを美味しく保存して、後で食べてもまた美味しく食べられるようにね、なんとか保存できる方法はないんだろうかっていうことで研究してたそうなんです。で、ある時ですね、瓶詰めにして、瓶に料理したものを入れて、それでコルク栓で閉めて、それでお湯で加熱することでね、殺菌して、それで保存できるという原理をね、1804年に発見したそうなんですよ。1804年ですから、もう200年以上前の話ですね。これはもう大発見で、保存食としてすごい使えるぞということでですね、注目されて、時はナポレオン。ナポレオンがですね、ナポレオンはフランスですね。兵士向けの食料として、これを採用したんだそうです。瓶詰めにした保存食をですね。そうしたら兵士の士気がやたら上がったっていう話なんですね。あるいはですね、南極大陸、南極探検隊の食料としても採用されたそうなんです。ただしですね、瓶は重くて割れやすいということで、1810年、イギリスでですね、このブリキを使った缶詰、これがまた発明されたと。瓶に代わってブリキで作ったと。これが1810年ですね。缶切りはですね、なんとこの48年も経ってやっと缶切りが発明されたと。で、それまで一体どうやってこの缶ブリキの缶をどうやって開けてたかっていうとですね、
ハンマーとのみで叩いて開けたり、あとは銃剣やナイフを突き刺して無理やりこじ開けたり、銃で撃ち飛ばして開けていたそうです。銃で撃ち飛ばしてたんです。考えられない、冗談みたいな話ですよね。で、まあ、それで缶切りが発明されたんで、叩かずに食べられるようになったということですね。昔こういったように発明された最初は瓶だったということはですよ、考えたんですが、瓶でもいいわけですよね。何も缶詰じゃなくたっていい。缶詰が発明される前は瓶だったんだから、瓶で売ってるものでもいいっていうことですよね。売ってますよ瓶で。パッと思いついたのが、なめたけ、日本人の大好きな、ご飯の上に乗せて食べるなめたけ、あれ瓶じゃないですか。あとジャム、パンに乗せて食べるジャム、あれも瓶詰めありますよね。で、蓋が開かないの、開かないの。あれかなりの力で密封されてますから、保存でき、長期間保存できるようにすごい力で締め付けてるもんですから、開かないの、なんのって、叩いても何してもね、タオル巻いたりして、あるいはお湯につけたりしてなかなか開かない。あれがそうですね、あれでも瓶詰めでも いけますよ。瓶詰めでも1年以上の保存食いっぱいあると思います。そういうのも探してみたら結構楽しいかもわかりません。缶詰はですね、昔は賞味期限っていうのはなかったんですね。1995年、27年前か、食品衛生法という法律ができまして、食品にはですね必ず賞味期限を書かなければなりませんよっていうふうに法律できたんですね。なんで、缶詰のね、裏蓋なんかにね、賞味期限が書いてます。まあ、それまでね、製造年月日だけしか書いてなかったんですよ。んで、冷蔵庫にずっと置いとくじゃないですか。食べないでね、もう何年も寝かしてるような人いっぱいいましたね。じゃあ、何年持つんだろう。メーカーさんの方が言うには、中身にもよりますけども、大半は1年から3年の賞味期限が設けられていますよとですね。で、開けてすぐに食べれば食中毒にかかる可能性は低い。うん、だから開けたらすぐ食べなきゃならない。開けたらその日中か次の日、まあ冬、うん、まあ冬だったら次の日でもいいけど、夏場だったらもうその日のうちに全部食べなきゃならないっていうことですよね。開けて空気に触れると保存力が効かなくなると。生物扱いですね。開けてしまったらもう生物だと思った方がいいです。賞味期限切れで味は徐々に落ちますけども、缶が密封されている限り、理屈上は半永久的に食べられるそうです。それが証拠にですね、130年前にイギリスで生産された牛肉や野菜の缶詰を試食したところ、味は悪くなかったと、こういった報告があるそうです。ということは、缶詰買ったらローリングストック法、食べては、食べてまた足して、食べてはまた付け足してっていうこと、いらないわけですよね。そのまんまもう死ぬまで取っといてもいいと。なんかあった場合のためにずっと常温で部屋の隅に段ボールに入れて保管しとけばいいということなので、すごい楽ですよね。これはもう最強ですね。もう缶詰最強。でもまあ、個人的な感想なんですけど、缶詰ってあんまり美味しくないですよ。自分は美味しくないと思います。皆さんどう思いますかね。その生のものと比べたらね、全然別物。うん、加熱処理してるんでね。まあ、お魚なんかは骨がもろくなって、老人なんかね、高齢者の方なんかは食べやすくて、老人ホームの介護食みたいな感じでね、えそんな感じですよね。歯ごたえがない、ね、フルーツがわりかし美味しいです。
桃とか、みかんとかパイナップルとか、あれはそのものが美味しいっていうのもあるんだろうけど、シロップが美味しいのかな、シロップ漬けにしたのが美味しいんですかね。めちゃくちゃ美味しいんだけど。ということですね、まあ、前回はお米やりましたけどもね、お米を長期保存しておいて、でもお米だけじゃ毎日お米だけ食べて生きていくってわけにはいかないですよね。精神的にやられる、ご飯だけじゃ。ということで、ふりかけでも何でもいいから、ご飯の上に乗せてね、食べられるようなこういった缶詰があるとすごくいいと思います。なるべく食べたいもの、好きなものでいろんなレパートリーがあるといいと思います。スーパー行って、おこれこの缶詰美味しそうだなってやったら、暇な時ちょこちょこ買ったらいいんじゃないですか。でも、あまり遅くなると缶詰もまだ値上がりしてね、買えない値段になっちゃいますから。で、お米の時に言ったんですけど、2年間分備蓄してくださいっていうふうにね、言ってたんですけどね、なんで2年間分なんだ、1年分でも、半年分でも1年分でもいいじゃないかと思う方いらっしゃると思うんですけど、解決するにはそんな半年や1年で解決しないし、今のウクライナ戦争でもそうじゃないですか。解決しないですよ、ずっと続きます。永遠に続くと思った方がいいかもわかりません。まあ、最初のうちはデモとかね、暴動とか、あと盗み、万引き、あと、もう最悪ですね、備蓄してる家とか倉庫に乗り込んでって暴れて、みんな強奪すると、最初のうちそうなるんですね。でもそのうち静かになります。2年も経ったらもう静かになります。なぜって言ったら、あまりにも恐ろしい話になってくるので、それ以上はここではね言えません。動画が削除されてしまいます。で、今日は缶詰についてお話ししましたけどもね、次はまた別な保存食についてお話ししたいと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。